どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、燃油サーチャージ6月からね4段階上がりましたよね。非常にね高くなったっていう風になるわけなんですけども、こちらがですね本日ねツイッターの方で非常に話題になりまして、シンガポール、こちら ANA の話なんですけども、シンガポールをね発見にしていただいて、東京でニューヨークの往復でシンガポールっていうね、シンガポール発見の東京経由のニューヨーク往復、こちらにしていただくとですね、なんと燃油サーチャージがねかからないっていうのがですねツイッターの方で話題になりまして、これねどういうことなのかななんていうふうに思っておりまして、路線はね ここら辺にねちょっと出させていただきますけども、こういった形になりまして、見ていただければね分かる通りですね、燃油サーチャージね6万マイルプラス必要マイル数6万マイルプラス1万7750円ということで、かかってないことがね分かると思うんですけども、これがね非常に話題になりまして、これねどうやってこうなったのかっていう話ですね、非常にびっくりしたわけなんですけども、分かる方はね分かると思うんですけども、このね画面まで行けるっていうことはもうこれでね発見することができる状態なんですよね。ですので本当に17,750円と必要マイル数6万マイルでね発見することができるっていう形になりまして、これねどうなってるんだっていう感じですよね。本来東京からニューヨークね、単純往復するだけで、東京からニューヨークのね燃油サーチャージっていうのは6月から上がってですね、片道37,400円かかるんですよね。ですんで往復すると74,800円、だいたい75,000円ぐらいねかかるっていう風になりますんで、シンガポールを発見してるにもかかわらず、シンガポールから東京来てますからね、その分を入れて東京からニューヨークをね往復したとしても、5万円以上ね安く発見できているっていう風になりまして、これね詳細見るとですね燃油サーチャージが入ってないんですよね。これねどうなってるんだっていう形でねかなりやばいですよね。ということでちょっとね今日もう動画出てるんですけども、ちょっとねもう一本出させていただいたっていった形になるんですよね。でこれねどういったルールになってこうなってるのかねちょっと気になりまして、ちょっと私の方でね ANA デスクの方にね問い合わせさせていただきました。でこれはですね ANA の方で燃油サーチャージをですね設定していない路線がねあるっていう風になるんですよね。これね私ね恥ずかしながらこの燃油サーチャージが設定されてないっていうのがそもそもね ANA であるっていうことを知らなかったんですよね。でこれはですね今現在設定されてないだけで、今後ね設定されるかもしれないしされないかもしれないっていうふうになりますんで、もしね今回これ紹介させていただいておりますけども、これで発見されたいっていう方はですね、もう今すぐにでもね発見していただければなと思います。これねいつ塞がれてしまうかね正直わかりませんので、1ヶ月後ねまだ残ってるかもしれないですし、もうこの動画が出てるちょっと過ぎたらねもう塞がれてるみたいなね、そういったこともね予想できますので、もし利用されたい方はですねぜひね早めに発見していただければなと思います。で今回ですねシンガポール発東京経由のニューヨーク往復でね調べて燃油サーチャージがねかからないっていう話なんですけども、これね燃油サーチャージのかからない路線もね一緒に教えていただきましたので、今回ねこちらもシェアさせていただきたいなと思うんですけども、まずね ANA 便名ではないと利用することができないっていう話でした。ですので、ANA の飛行機がね飛んでる路線っていう風になりまして、先ほども言った通りですねシンガポール発見の東京経由のアメリカ、中米、南米、ハワイね、こちらであれば燃油サーチャージはね今設定されていないっていった形になるんですよね。ですので先ほどね出させていただいた画像はシンガポール発見の東京経由の、ニューヨークということで、アメリカがね入ってますんで、これでね燃油サーチャージ設定されていないので利用することができるっていった形になります。でもう一つはですねフィリピンのマニラ発見のハワイ、アメリカ、中米、南米っていった形になります。こちらも燃油サーチャージね設定されていないっていう風になります。でもう一つですね韓国、中国、台湾発のヨーロッパの往復ですね、こちらも燃油サーチャージね設定されていないっていう風になりますんで、残念ながらですね日本から発見する場合はですね全てね燃油サーチャージ設定されているわけなんですけども、今ね申し上げた部分に関してはですね燃油サーチャージね設定されていないっていう風になりますんで、シンガポールから東京行ってニューヨークの往復とかね東京でストップオーバーとかもね利用することができますので、これねかなりお得になるっていう風になりますんで、シンガポール発見なんでシンガポールまでね行かなきゃいけないんですけども、先日もね本日か紹介させていただいたジップエアのね
キャンペーン、キャッシュバックオファーね、今アメックスで来ておりますよね。アメックスコネクトということで、アメリカンエクスプレスのねクレジットカードもアプリからね利用することができますけども、まあ、セゾンのアメックスとかもね利用することができますので、まあこのね東京からシンガポールの路線はジップエアに乗って行って、でシンガポールちょっと遊んで、まあ、シンガポールから東京来て、でまたニューヨーク行って遊んでみたいな感じでね、利用していただければね、かなりねお得に利用することができるのではないのかななんていうふうに思いますので、ぜひね利用してみていただければなと思います。私がね実際に検索してね利用できそうな路線だけねちょっと紹介させていただきますけども、ちょっとねこれは全体に出しておきますね。まずソウル発見の羽田経由のロンドンヒースローで、ロンドンヒースローからの往復ですね、東京羽田でソウルっていった形で、こちらもね必要マイル数5万マイルで年載チャージね32,908円ということで、これでね年載チャージかかってないのがねお分かりいただけるかなと思うんですけども、まあ、こういった路線ですね。もう一つはマニラ発見の東京経由のメキシコシティで、まあ、こちらも往復ですね。まあこれ一例としてね出させていただきましたけども、先ほどの、ね、路線であればですね利用することができますので、まあ、ANA のね特典航空券っていう風になりますんで、空席がないと利用することができないですし、またねちょっとでもルール逸脱しちゃうとね発見することができないっていう風になりますんで、まあ、ポチポチねやっていただいて、まあ、もしねどうしてもあこれわかんないなみたいな感じになったらですね、まあ、ANA のデスクにね電話して聞いていただくのがね一番早いかななんていう風に思いますので、まあ、そういった感じでね路線調べてみていただければなと思います。今ねそんなこと言われてもねどうしようもできないって思われる方もねいらっしゃるかなと思うんですけども、 ANA の国際線はねもう来年のゴールデンウィークぐらいまでね発券することができますので、まあ、今すぐね利用しなくてもですね、この燃油サーチャージっていうのは発券するときにかかるお金っていう風になりますんで、今かかんないで発券してしまえばですね利用することができますし、 ANA デスクの方もこちら発券していただいたらねそのまま利用することができますっていう話をいただいておりますので、この動画ね見られた方で利用されたい方はですねちょっと今すぐね検索してみていただければなと思います。ちょっとですね今回の動画ね早く出したいっていう思いがありまして、ちょっとね見づらい部分あるかもしれないんですけども、今回の動画ねちょっとご了承いただければなと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。